皆様、本日は大変お忙しい中、ご来場いただき、誠にありがとうございます。それではただいまより、日米同盟シンポジウム、米新国防戦略指針と、在沖米海兵隊の意義、普天間飛行場移設問題の展望を開催いたします。 私は本日の司会を担当させていただきます伊藤恵子と申しますどうぞよろしくお願いいたしますそれでは開催にあたりまして防衛省防衛政策局局長西正則よりご挨拶申し上げます西防衛政策局長お願いいたしますおそれを入れます あの主催者側を代表して一言はご挨拶申し上げます本日私ども日米同盟に関するシンポジウムを募集しましたところ多くの方ご来場いただきまして大変ありがたく思っておりますまた西原先生はじめ多くのパネリストの方々とりわけご対応中長島補佐官あの基調講演を引き受けいただきましたこと大変ありがたく思っております ご存知のように、本年1月、アメリカで新しい国防戦略指針、ニュース・トラティジック・ガイダンスが発表ですになりましたそこから私ども、いろんな新しい考え方を引き出すと同時に、私どもが思っていなかったような状況がいささかあったかということも気がつきました。とりわけ今年は太平洋を囲むいろんな地域、いろんな国で指導者の交代が起こっておりますし、 またご存知のように北朝鮮の動きが急に活発になるそういったいろんなことが起こりつつありますそうした中で日米間で在沖の海兵隊をどう扱うのかということの協議を再度やり直すいうところになりました2006年の合意と違いまして今回は普天間とその他の問題を切り離すという全く新しい地平で議論が進もうといたしております こうした中で、私どもの議論がどこまで広がりを持つべきなのか、どこまで深みを持って広がっていくのか、そういったことに関しまして、今日お集まりの諸先生方のご議論をいただき、また私どもとしてもそれを参考にして、明日からの議論につなげていきたいと思っております。本日は皆様、ご対応中のところ、ご来席いただきまして、大変ありがとうございました。 また本日こういった機会を設けることができましたこと皆様方のご理解感謝いたしております冒頭に主催者を代表いたしまして一言ご挨拶といたしますありがとうございました